はい、おはようございます。朝です。ちょっとね、もうひんやりしてきましたね。今日は後からちょっと葉っぱ系をちょっと探しに行ってみようと思います。もみじとかね、イチョウとか、まあもみじはまだなんですよね。まあイチョウとか、まああと他にいろいろな葉っぱがあったらそれを取りに行こうと思います。まあ朝食食べてね。で、今日の朝食はね、カレーパン。カレーパンにね、チーズを詰め込んで、卵乗せて焼いてみました。はい。美味しいと思うんでね、いただきます。もうね、ちょっとかぶりつきますね。今度はこう割って、こうダッて開けてダラっていうのをやった方がいいのかな、やっぱりこう。でも箸なんだよなぁ、これ。あ、こんな感じでこう出てくるんですけどね、こうダラッと。で、チーズがこう溶けて、こう、いい感じですね。うん。かぶりつきますもん、いただきます。美味しいに決まってますよね。うん。美味しいです。いい感じに半熟でしたね。美味しいです。カレーとよく合います。で、ね、その山に取りに行った葉っぱをね、こうなんかこう、秋をこう、表現して、料理で。そう考えてます。葉っぱが、まあ、ちゃんと取れるかどうかわかんないですけどね。うん。ちょっと早いような気もするんですがね。うん。まあ楽しみに行ってみようと思います。ありがとうございます。ちょっと手ベタベタになったな。でもまあ美味しいんで。あ、やっぱ朝コーヒーはいいな。はい、これこの間、佐護市味噌漬けにした分ですね。もう多分使ってると思うんで、これをさっと水で洗って焼いていこうと思います。
はい、完成です。吹き寄せ。それではいただきます。吹き寄せ。吹き寄せってね、こう秋になったらこう風がこう吹くじゃないですか。そうしたらこう角に吹き溜まりのようにこう風で押しやられた葉っぱとかがこう重なって、つむじ風がそこで起こって、こういろんなね秋の色がそこで出来上がる、そんな宇宙を表現しました。それではいただきますね。これやっぱ秋、これね、後で、みょうが入れたんですよ。みょうが梅酢。梅干し作った時に梅酢に入れてみました。これ美味しいと思います。はい、やっぱり佐護市からいただきますね。これ味噌につけてね、だいたい1週間ぐらいですかね。いい感じで使ってました。いただきます。うん。うん。味噌漬け。うん。秋ですね、これ。美味しい。で、これしめじをね、だしにつけて置いてました。うん。美味しい。もうね、稲刈りも始まって、こう、米もね、できてきてます。これも秋ですよね。こう、このまま揚げたらパンパン弾いて、こう、ポン菓子みたいになるんですよね。まあ、ちょっと温度の調節が難しいですが、まあ、花咲いたようになります。これ食べれますけどね、この中だけ。うん、秋ですよね。で、これは銀杏。取りに行きましたね。苦労しましたよね。殻割り。入ってます。栗、渋川煮ですね。これも美味しいです。魚食べてね、ちょっと口直しにね、こういただくと、うん、ちょうど美味しいんですよね。うん、こういう枯葉とかね、こういうのをイメージしてさつまいも揚げてます。うん、美味しい。で、これ、カボス。カボスはね、会社の人にいただきました。いつもありがとうございます。お世話になっております。これをね、カボスも時期なんで、本当はね、ここに黒豆とかこう、イクラ入れたかったんですけどね、イクラが手に入りませんでした。なので豆。茶豆。うん、これもうまい。美味しいですね。で、あと、みょうがですね。みょうが、真っ赤に染まったみょうが。すごいです。これも全部天然の色です。うん、美味しい。ね。ここには、南天。イチョウの葉っぱ。もみじ。これ、柿の葉っぱもありますね。あと、ほうば。これがなかなかなかったんですよね。大変でした。このまま焼いても、このまま焼いて、もう香りが移って美味しいんですけどね。今日はね、ちょっと朝からいろんな葉っぱとか取りに行って大変でしたけどね。これでこう、秋を感じれたと思います。うん。これもしっとり揚げますね。美味しい。秋を満喫できました。またね、まだまだ秋、キノコ関係行ってませんね。キノコ関係、取りに、行ってみようかと思うんですが、まず勉強してからですね。勉強して、行けそうなら行ってみます。やってみましょう。キノコ料理。今日は、佐藤酒造さんの佐藤で、この鹿児島、なんとかキリコ。鹿児島キリコ。
で乾杯。たまには季節感じていいですね。やっぱりね、こういうのもね、美味しい。